皆さん、こんにちは。早いもので、もう1月が終わります。そうですね。この動画でね、皆さんにお会いするときはもう2月なんですけれども、はい、今日その前の鳥ということで、まだ1月なんですね、はい、なんですけれども、この丘を降りたところに川があってね、そこに河津桜がこう 何十本かあるんですけど、はい、もうね、開花してるんです。早いですね、はい、梅が咲いて、河津桜が咲いて、吹きの塔もね、顔出してましたね、うん、はい、もう本当1月だというのに、もう早くもこの辺は春の、小さな春がポツポツと、はい、ね、出てきました。なんか楽しみですね。待ち遠しいですね。そうですね。で、日に日にこうやって日も長くなってきますから、こう、はい、暗かった季節からね、はい、ちょっと気持ちもだいぶ明るくなってまいります。そうやって明るくなったところで、はい、今回は、はい、北欧の生地と、はい、白樺とモミの木の籠をね、そういうのを2点ですね、はい、ご紹介したいと思います。はい。ということでね、最後までね、楽しんでいただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい。はい、もう春ですね。いきなりピンクのロッキからのご紹介となりました。はい、淡いねピンクですね。なんかいいですね。いいですね。左右が耳で上下が切りっぱなし、はい、お部屋に飾ってもいいですし、これでか、はい、こちらもなんか春を感じるね、うん、赤とピンクのピエニューリコ、はい、2000年の再販でございます、はい、最近ピエニューリコ多いですね。ね、嬉しいですね。結構人気でね、こちらも、はい、はい、いいですね。なんかこういうテーブルでね、はい、ちょっとコーヒータイムをね、いいですね、楽しみたいですね。商品状態についてはね、うん、ホームページをご覧ください。はい、はいはい、こちらはですね、多分こう橋人のご紹介かなと思うんですけれども、うん、マイアイソラのサモバーリっていうパターンでございます、はい。で、72年の、ヴィンテージと、ね、しっかりしてますね。そうです、しっかりした生地です、はい、で、このパターンっていうのは、ここの黄色とここの黄色はちょっと異なりますね。他のものを見ていただくと分かるんですけど、違う色合いのものを使って、ベースは一緒なんですけれども、違う色合いとやってます、はい、で、ここがカーテン仕様ですね。そうですね。カーテンとして使っているので、はい、下が幅広で縫製されておりますので、そのままね、ダイナミックで、うん、ね、いいですね、はい、使っていただいてね。こんな感じにしてもいいですね。はい、ラブリームーミンですね。はい、ラブリー、それもピンクのラブリームーミンです、はい。これがバレンタインデーにいいですね。いいですね。はい。小物製作にね。ね。いいですね。かわいいです、やっぱり。ちょっと目を背けたくなっちゃう。恥ずかしいです。ムーミン恥ずかしがりです。恥ずかしがりです。はい。はい。こちらはフィンレンスンの生地。はい。ヤーナレイカイデン。多分。というデザイナーさんのパターンでございます、はいはい、左右が耳で上下が縫製されておりますので、はい、テーブルクロスがね、おすすめですね。いいですね、これ結構落ち着いたイエロー、はい、マスタード系なんで、ブラックと紫、ね、いいですね。なんかいいですね、うん、はい、やっぱあんまり使ってないみたいで、
コンディションは大変いいですね。はい、はい、こんな感じ。はい、はい、こちらはマリメッコ、マイアイソラとクリスティーナイソラ共作による、バスキ、バスキ、1984年の作品ですね。はい、全体的にこう落ち着いた感じの、うん、茶色系、グリーン系のグラデーション感じですね、はい、で左右が耳で上下が縫製されてますので、多分テーブルクロスとしてそうですね使わせたみたいなんですが、ほとんどシミとかもなくて生地もしっかりしてて、84年のものにしては大変コンディションが良好でございます、はい、ちょっこんな感じですね。このあのラインも手書きなんでしょうかね。なんか手書きっぽい、この、うん、この四角の中のラインが手書きっぽい感じでね、うん、素敵ですね。なんか自然でいいですよね、うんうん、ナチュラル系でね、はい、渋くて素敵です。素敵です、はい、こちらはフィンランドのコフというもので、はい、メーカーはね有名なんですけれども、白に、薄い茶系のチェックと、はい、定番柄ですね。そうですね、うん、定番柄ですけど、なんかまたいいですよね。いいですよ、小物製作にもいいですし、うん、白い食器が合いそうですね。ああ、そうですね、うん、これ定番っていいですよ、うん、何年経ってもね、ね、うん、はい、はいはい、こちらは、テーブルセンターですね。そうですね、おそらくあのフィンレースンというか、まあ、多分フィンレースンで間違いないと思うんですが、タグがねあの切られてもございませんので、はい、コットン 100% かコットンと何かの混紡かと思います、はい、シミで、シミ汚れがなくてね、いいですね、コンディションもね。いいですね、コンディションも、はい、これも白い食器が合いそうですね。ね、はい、もう結構柔らかいしない、はい、こちらはマリメッコ、ウィルヤ・ヒルビの作品で魔女のドラムね、はい、魔女のドラム、どういう意味ですかね、まあ、魔女のドラムというふうに、はい、太鼓、ベースがエビ茶、はい、エビ茶に赤系のパターンと、うんね、なかなか出てこないですね。出てこないんですよ、これね、ちょっと歯切れとして出てまいりました。ここの精神もね、いいですね、この辺だけでもいいですよね、こう、うん、はい、おそらく水通しされてない未使用かな、はい、はい、はい、お肉ですね、ね、はい、かわいいです、はい、この大きさのお肉って初めてですね、このカラーバリエーションね、このカラーのバリエーションではね、でこれあの結構しっかりしたなっていうのが、かなりしっかりしてますね、しっかりとした生地です、はい、コンディションもシミ汚れがなくて良好ですね、良好ですね、上下左右が全部縫製されてて、下が幅広、はい、で上はちょっと短めですね、ちょっと短めですね、親に伝わったんですかね、ね、いいですよ、これいいですね、元気が出ます、ね、はい、テーブルに添えていただいてももちろん、いいです、やっぱ春ですね、うん、いいですね、ね、はい、続いてね、歯切れの方をご紹介します、はい、はい、ベージュのピーニョニッコですね、大きさで、はい、ピーニョニッコで、こちらがベースが、ミニオニッコで、ベースがですね、薄いピンクにブラックの、あの白とブラックではなくて、薄いピンクがあのベースで、ブラックのお肉、
2009年の再販未使用、はい、はい、はい、こちらもミニウニッコでマルチピンクイエローのテントと、はい、これボッコですね、ボッコですね、うん、なんか左右がこう耳から耳で目いっぱいで上下がこう合成されてて何かに使ってたんですかね、なんかこう目隠しに使ってたんでしょうか ね、 ね、でもテーブルセンターもいいですね、いいですね、白にあの薄い水色のね、はい、こうシンプルなデザインしてます。こちらはヨハンナ・グリクセンのハギレ、ハギレです。小物製作にいいですね、なんかすごいですね、結構発令なんです。はい、こちらもエリア・ヒルビーの作品ですね、はい、歯切れが、歯切れが出てきました。4枚ほどあるんですね、もうね、そうですね、はい、で、ミシオ、はい、これもいいですね、小物製作にね、いいですね、どう撮ってもいいですね、はい、こちらは石本不二雄さんの、1978年のヴィンテージ、はい、メッシ、はい、ね、薄いエビ茶、そうですね、全体的に骨感がございますけれども、はい、シミ汚れはないです。この中ちょこっと物を作ったりいいですね、小物製作ね、うん、いいですね、はい、これかわいいですね、かわいいですね、でレトロ感がありますすごいね、はい、こちらのメーカー不明ですけれども、うん、フィンランドのコフでございます、はいはい、小物製作にもねいいですね、はい、はい、こちらピッコロ柄になります、はい、古着を解体したピッコロ柄でございます、はい、小物製作にいいですね、うん、はい、こちらブラックに、ラインがグレーと、こちらはイエロー系でこうね、まとめた感じになります、イエローのですね、はい、はい、ピッコロ柄が続きます、はい、こちらブルーに、グレー、薄いピンクのラインですね、はい、はい、こちらも続いてピッコロです、はい、はい、こちらはグリーンに紫と、はい、ピッコロです、ですね、こちらは黒でしょうかね、そうですね、にあの赤のラインですね、はい、こちらはオレンジと紫ですね、はい、こちらはね、ちょっといろいろとこう色を取り合わせたセットになります、うん、これはね、小さな、はい、小さな歯切れセットになります、セットになります、ありがとうございます、はい、はい、こちらはフィンランドのメーカー不明ですけれどもね、うん、あの茶色にお花ですね、はい、はい、これお花は白じゃないですね、白でないですね、うん、真っ白ではございません、ちょっと着色されてるようなね、はい、はい、小物製作にもいいですね、そうですね、はい、はい、はい、こちらもフィンランドのコフでございます、はい、春を感じるね、ピンクの小花模様です、うん、はい、メーカーはね、不明ですけれどもね、でもちょっと小物製作とかにもいいですよね、可愛いですね、可愛いです、はい、こんな感じです、はい、はい、北欧の生地の方は以上でしょうかね、はい、以上になります、はい、ちょっとね、春の色をね、意識して、はい、色を揃えてみました、見ました、はい、
何かありますか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。じゃあ今度引き続いて、はい、白樺とかもみの木の、そうですね、ちょっとね、ちっちゃなね、カゴとかの、はい、ご紹介したいと思いますので、引き続き、はい、よろしくお願いいたします。